育英高等学校は、兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目にある、私立高等学校。1915年に創立された。平成27年度より、男女共学科が実施され、一定数女子生徒も入学している。開校間もない頃の日本は、教育直後の報読中の動作不敬を問題視する、時代背景にあった。私立高種育英商業学校においても、 例外ではなく1916年2月、報読中の生徒が動作不敬であったことを理由に2日間の定額処分を命じられたなど、報読中の態度や姿勢は厳しく監視された。報読中の死後や咳払いも不敬とみなされた。1923年に兵庫県立第一神戸中学校出身の池町、毛校長が就任してからは、同校の昼食を屋外で立ち食いするという、 特徴的な拘束が模倣された。季節を問わず生徒は、校舎外での弁当の立ち食いを強制され、寒い日も湯茶の配給などは行われず、水道の蛇口に並んだ。雨天の日に限って、行動の使用を許可され、公務員室で生徒は夜間から左右を入れてもらえた。1937年には政府による戦争とそれを、 支える体制の構築に国民を総動員する政策が次々と実施されることになり、育英商業学校にもその思想統制の影響は、及び学校の雰囲気はより厳粛なものに変わっていった。生徒は玄関機でも毛糸の下着の着用は禁止され、ズボンのポケットは手を入れることができないように縫い付けることになっており、時計、革靴、 万年筆などの使用も贅沢品であるとの理由で許されなかった。投稿時には、正門で終盤の上級生による服装、持ち物の点検を受けることとなっており、ボタンホックのかけ方、ゲートルを巻く位置をチェックされた。中には、南京豆の薄皮を、タバコのクズと間違えられ、注意される生徒もいた。点検後、法案殿に向かって、再計例し、朝礼。 ラジオ体操の後、ラッパ個体の水槽に合わせて教室まで更新した。郊外においても、制服、制帽、薪ゲートルを着用し、教師や上級生に会った時には、軍隊式の敬礼をしなければならなかった。また、渡り、廊下で、処罰生徒名の掲示なども行っていた。1930年2月には、 衆議院議員総選挙の候補者の応援演説を行ったと思われる生徒が5日間の停学処分を受けるなど、校内で過剰な政治活動をする生徒も取り締まった。かつて丸刈り校則が存在した。厳しさの中に自由ありと謳っている。交渉の中心に、育という字を配置し、育むことが教育の中心思想であることを表現している。育という字の周囲が、 菊の花びらになっているのは、以前、高知が港川のあぜに位置していたため、その港川に、ゆかりの深い菊水にちなんであしらったものである。ブルー、行方の最初の2文字である、愛と、K をモチーフに図案化している。愛の部分は、歴史と伝統を一本の芯として表現、K の部分は、神戸の風に乗って変化する赤いリボンが歴史と合わさり、一つの新しい形を作ることにより、 男女共学会の歩みを進めることが表現されている。リボンの一部分には、スクールカラーであるブルーが入っている。第一学年の初めから、総合進学、文系進学、理系進学、特別進学コースの4つのコースを設けている。かつては一括して募集し、入学後に、本人の希望や能力、適正等に応じて、各コースに割り振られていたが、現在は、 出願時にいずれかのコースを選択している。進級前にテストを受け、そのテストの点数によっては2位、または総合進学コースへ、強制的にコースの変更が行われる場合がある。公式野球、バスケットボール、剣道、レスリング、ハンドボールなどがある。公式野球部の1993年の夏の甲子園での優勝をはじめ、 全国制覇の経験のある部活動も存在する。運動部の一部では練習時間の確保のため総合進学コースの生徒しか入部できない。内村勘蔵を不敬事件などをはじめとして数々の不敬事件が問題になった。教育直後は天皇の言葉をそのまま伝える直後という形式のため、こうした動作不敬の問題誌は 後の育英商業学校時代にも続いていき、育英商業学校では3時間ほど経たされる、懲戒を受けた生徒も存在した。池町校長は校長就任後、学校に革新的な思想を求めた。当時の生徒手帳に記された、万華鏡と題された教訓には、猛獣するな。不は来道するな。正義のためには1000万人をも、敵として戦えと記され、 個人としての自立を鼓舞する意図があった。昼弁当立職については、神戸第一中学校に査察に来た文部省の大島義州私学館にその存在を問題視されている。また当時の新聞に、神戸中学は創始の要請書なりと批判的な記事を掲げられたこともあったなどして昼弁当立職は当時、社会的に批判が少なくはなかった。 コップが用意されないので弁当箱の蓋に入れるなどする生徒がいた。1937年9月から始まった国民精神総動員運動や1937年5月の文部省による全国の学校への国体の本義の配布など、一度でも校内処分を受けた生徒は終盤にはなれなかった。対象4年度以降処罰録によると処罰の対象となる。 問題行動で最も多かったのは試験中の不正行為だった。複数人での協力による不正行為もあり、1923年7月には同一クラスの生徒15人が一斉処分されている。他には喫煙による処分も多かった。1963年度時点、当時、生徒間での教師の評判が悪く、管理的で一方的な指導と、 丸刈り拘束を含め不評だった。1963年の夏には、全校生徒1552人のおおよそ半数、約700人の生徒たちが自由を求めて決起。体育祭と文化祭を生徒による自習に営とすることを求め、授業のボイコットまでにも発展した。殴られた夜、寮に戻った男子生徒は頭痛を訴え病院に運ばれ、 別の病院で検査したところ外面骨折が判明し、手術が必要と診断された。10日間入院し、一時は左目が単眼福祉に陥ったが回復した。7月22日の時点では午後8時頃との情報で報道されているが、26日以降の記事では午後10時30分頃と記載されているため、ここでは午後10時30分頃に犯行が、 行われたとして扱う。男子生徒は、少女と面識はなく、野球部の練習を終えて、帰宅途中だったという。一緒にいた少女の友人が110番通報した。事件発生から間もなく、警察から学校への連絡で把握はしていたが、火災の決定が7月下旬に予定されており、その後に公表するつもりだったと、坂本勝彦校長は弁解している。 男子生徒の少年審判が7月26日、神戸火災であり、伊藤武義裁判官は中等少年院装置とする保護処分を決定した。この時点で、兵庫大会で2勝し、24日に3回戦に臨む予定だった。男子生徒は出場選手として登録されていない。男子生徒は24日付で自主退学した。 藤村正美監督退任後の野球部監督は2011年に部員への暴力行為を行い、日本学生野球協会は9月8日、東京都内で行われた審査室会議で野球部監督に対して8月8日から、謹慎1年の処分を下した。5月上旬にも野球部員の2年生の男子生徒が登校途中に、神戸市須磨区の神戸市営地下鉄、精神、山手線、 板タヤ駅のホームの階段で、すれ違いざまに若い女性会社員の胸や尻を触るなどの痴漢行為をしていたことが7月22日、学校関係者の証言で判明した。24日に、淡路球場で行われた。坂本勝彦校長は、一個人のしたことで、連帯責任を負うことはおかしい。事態は考えていない岡村淳一理事長は、選手個人の問題なので、 チームに罰則を与えることにはならない。地方大会出場に、支障はない高野連の副会長は、他の部員が関与していない事実と、被害者とその家族に、精神誠意謝罪する意向が確認できたと述べている。試合後、7回コールドで干渉したのにもかかわらず、バスに向かうイクエナインに笑顔はなく、敗者のように下を向いていた。報道陣は、イクエナインを追いかけようとしたが、 育英校のコーチに今日は勘弁してやってくださいと止められている。藤村正美監督は選手たちにも聞こえていた。これからも中傷はあるだろう。耐えていかないと野球はできないと語っている。一連の不祥事で精神的に疲れ果てたと藤村監督は語っている。藤村監督は隕石退任した翌年10月26日に脳梗塞により亡くなった。 関係者によると2004年9月に高前理事長が死去。高前理事長の妻や広幸理事長ら3人が遺産を相続。2005年7月に3人の名義の簡易保険や有価証券など契約2億1000万円を相続財産から除外し、遺産総額を不動産を中心に約5億6800万円、相続税を約7000万円と申告した。 同国税局が2007年2月から税務調査し、広行理事長名義の預貯金6口座、契約2600万円について、広行理事長の幼少時から預けられており、父親が形成した遺産と指摘。広行理事長は、父の生前に贈与を受け、贈与税も納めており、死亡時には私たちの資産になっていたと反論したが、同国税局は、 贈与の証拠がなく、相続財産にあたる父親の資産を、広行理事長名義に分散することで、遺産を圧縮したなどと判断し、重加算税の対象とした。また、生命保険の掛け金や、別の預貯金などの契約1億8400万円の申告漏れも指摘した。部室は別棟にある、鉄筋平屋建てで、 約120平方メートルのうち3クラブの部室約40平方メートルが焼けた。長田署によると室内には火の毛はなく施錠されていた。兵庫県弁護士会の紹介への回答によると学校側は火元から吸い殻が発見されたとしているが男子生徒は原因は不明であったと主張している。学校公式サイト上でも火災発生の後日に 関係機関と連携、協力しながら出火原因を明らかにしたいと触れているが、2013年3月19日時点においても原因については公式サイト上で告知、報道されていない。学校側は沈下後のゴミ箱からマッチが発見されたとしているが、男子生徒含む所属運動部員に対する事情聴取によれば、部員による当日の喫煙はなく、 部員に対する直後の持ち物検査によっても、タバコやマッチなど、具体的な出荷原因となり得る物品は、発見されていない。兵庫県弁護士会による紹介が行われた時点では、鎮火後のゴミ箱から発見されたマッチも、ゴミ箱と共に、処分されており、男子生徒による喫煙行為によって、ぼや騒ぎが発生したと認めるに足りる証拠は、存在していない。 紹介への回答においても、学校側は本件に関し、男子生徒について何らの事実も認定していないとしている。4月、男子生徒は所属していた運動部の寮で喫煙したことが発覚し、学内謹慎処分1週間、大量処分、部活謹慎3ヶ月の処分を受けていた。また、7月に行った教諭による聴取では、男子生徒は、 近親期間中を含む4月以降も喫煙していたことを辞任した。学校側は、三宮センター街においても喫煙していたことを男子生徒は辞任したとしているが、自主退学を迫った時を含め男子生徒は一貫して否認している。ボや騒ぎの原因調査のため、教諭が部員に対し事情聴取を行った過程において、 男子生徒が7月22日に喫煙していたことが発覚。男子生徒はこの事実を認め、所属運動部を退部処分となり、自宅禁止を指示された。生徒指導部長は放火犯と決めつける一方、退学届には一心上の都合と記載するように指示。このことについて同席した教諭の一人は、自主退学やったら次もあるやろって、指導部長は歩み寄ってくれと。 それに関して恩義はないんかなどと言い、男子生徒に歩み寄りであると説明した。また、寮での喫煙発覚の際に、B 教諭は男子生徒に喫煙行為が繰り返されれば退学処分になると厳重注意、及び生徒指導部長が再度喫煙行為があれば、自主退学になると約束させたとしているが、これについて男子生徒は次回喫煙行為があれば、 大学との注意は受けていないと述べている。男子生徒は、生徒指導部長から27日に呼び出しを受けていることを他の部員に話したところ、日頃より生徒を罵倒する生徒指導部長を警戒し、録音してはどうかと助言されたため、父親から語学学習用の IC レコーダーを借用の上、ポケットに忍ばせた。その結果、生徒指導部長の侮辱的言時、 た2名の教諭の追従する発言が録音された。坂本校長は、男子生徒の父親に、退学と言われたので過敏に反応しているのでないか、行き過ぎたところがあったなら、担当教員に注意をしておくと述べるのみだった。男子生徒は、放課していないが、喫煙したのは事実と主張した。兵庫県弁護士会が、学校に提出した警告書の PDF がこちら。平弁。 総24発第463号兵庫県弁護士会2017年8月4日閲覧兵庫県弁護士会は証拠もないまま火災の犯人と決めつけている同活行為で生徒の自尊心を傷つけており教師という優越的地位を利用して教育機関として許される懲戒行為の範囲を明らかに逸脱し人格権を侵害している 教諭らに対する監督義務違反などとした。同会の調査に対し、育英高等学校は、そやな言葉で傷つけたと事実関係を認めている。また、同会に対して、生徒指導部長は、傷つけたのであれば、申し訳ないと述べている。講師、ありがとうございます。